何をやってるの大竹先生、おはようございます。どうも、まず、そうですね、手からいきますか、ね、手でも顔でもどっち顔からいきましょうかね、いつもの通りね。ここにこう袋がありますね。鈴木善子さんと同じ ね、ここに善子さん、そこにあります。善子さんと反対側だと思うんですけど、僕はね、あのジュリーさんのあの顔を拝見しますとね、眉毛が非常に男眉ってね、立派な眉毛してらっしゃる ね、で口がすっと横に閉まってらっしゃるでしょ。全体の感じがこれ女型なんですね。だからあの非常に優しいんです、こういう方は。で、あのその代わり真に秘めたものっていうのはね、男っぽくてね、バーって意外と男っぽいんだよね。こう優しい感じだけどね、どっか芯がすごく強いとこあるんですよ。だからこの当たりがすごく柔らかいで、女性なんかに対してね、非常にこの、まあ、自分で口説いたりなんかしないけども、遊ぶことは好きなの、女性と。だけどもね、女性がその気になってふーっと行きますとね、意外と冷静になる。逃げちゃう、冷静なんですよ。もったいない性格ですね。もったいないんですよ、非常に。それでね、中年から晩年にかけてね、こういう方はあの美女を拝するというか、その要するに拝するっていうことは、仕事の上でね、いろんなあの美女と共演したり、でそのとても有名な女優さんと共演することによって自分も一緒にずっと出ていくとか、あるいはあの新人タレントでもね、綺麗だって言われる人とね、共演することによって相手を引き上げるとか、そういう作用を持ってるんですね。相手を引き上げて自分も良くなる、ね、それでただしね、非常に人がいいんですよ、こうね、あなたもそうだけど、垂れ目ですな、ね、非常に垂れ目で、まつげが長い。それで非常にね、あのこれはアイドル型って言ってね、吉野のご婦人のファンが多いとか、そういうふうなね、このそう思ってらっしゃるね、とてもいいんですよ。で、あのただあの、まあ、肉体的にね、あんまり眼見でない、ただ気力でね、非常に気の強い方で、気力で持ってる芯が強いんです。それから人見知りっていうか、初対面ね、なかなか人とこう交わらない側に交わったらとても信用してしまって、むしろ騙されたりなんかするとこもあるんですよ、人の世話をしてしまったりね、なんか頼まれて嫌って言えないような、その人の良さを持ってるとかあるんですがね、がしかし自己を崩さないっていうところ、最後まではね、そういうところは大変いいと思いますよ。で、このここに鈴木さんもあるんですがね、これは死んでるんですね。ただこだからこの一生懸命やってね、あ、これ、死に袋、彼女の彼女、ね、ごめんなさい、彼女になっちゃった、女ばっか見てるからこれね、艶がない、死に袋、あなたのは生きてるね、だから生きてると死んでる、どっちがいい、艶がないんですよ、あなたの艶があって、つるちゃん、つやちゃん、つやがない、彼の、彼の、大竹さん、僕のこれ、まああってもいいよ、今さらもう今、ね、でこっちのほくろは生きてるんですね。でこの塩にこういうのは一生ね、あの衣食住に困らないという、とてもいいんですね。ただあの、まあ、あのこういう方はね、普通のサラリーマンだと、あのまあ補佐役回ってしまって、自分が出てくる。だし自由業だとね、自分がドーンと出てくるんですよ。手にも出てきました。ちょっとね、あの長谷川一夫さんのね、そうちょっと似てるとこあるんですね。そうとね、人相ととてもよく似てますね。おのおの型と似て、それであのここにね、非常にこれがね、こっちか、こうだよな、反対だ、こうだ、こうだ、こんでいいんだ、やっこしいな、ね、そう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 、これ、そう、これなんか生命線がゴン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 、真ん中、真ん中ツーッとこれがちょっとツーッとこう来て、ね、で、ここに線が1本ツーッとこう来て、それからね、ここら辺からずーっとこういうふうにね、運命線が起きてる。これはね、生命線から起きてるっていうのはね、これはね、努力によって自分の運命を勝ち取っていくんですね。ここに太陽線がこうスーッとこう、2つ割れて入ってますよね、こういうふうにね。これはあのこういう手相の方っていうのはね、やはりあの死ぬまで働かなくちゃならないかもしれないね。とにかく太陽線っていうのは大体上り坂でね、太陽が昇っていくようにね。で、これがせあのね、力がない人がこれに出るとね、働いても働いてもね、とも働かなきゃ食っていけない、働いても金が出てたりなんかする。それからここにあのリリーさんのね、あの薄いんですけど、これ ありましたね、小指のとこスーッとこ線がありますね。これあのお金が入るんですよ、ね、お金入る。それからここにね、スーッとこういうふうに、これはまあ人気線とかね、そういうものなんですけども、人の人気を得ていく。でここ、まあここから生命線のここからね、運命線がまっすぐずーっと上がっていってはね、で知能線がこうへスーッとこう来てますよ。なんかごめんなさい、これ逆さまだか分かんないけどね、ちょっと見せてください。
このね、このカーブの中心もやってね、これまっすぐ頭いいんだよ。頭いいね、ちょうどこの真ん中へ向かってさっとまっすぐ流れてます。ほら、こうへとこの道でこれがどん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 やってていいわけです。だから自分でね、アイデアをね、よく足してもいいんですよ。で、じいさんこれから自分でね、自分のアイデアを持ってね、そいつをね、具体化していってね、お芝居でもね、うん、それから映画でも何でもやってたし、うん、非常によく当たります。それから美人ね、うん、いい女ね、うん、美人を引き上げていくとか、うん、あなたによってこの眼鏡だとか、うん、あるいは美人と、まあ、過去のこれから、まあ、大女優ね、うん、そういう人と共演してなくて、うん、バーンと当たる、そういう非常に強いね、いい夢を持ってらっしゃるけど、ただね、気をつけなくちゃならないのはね、肝臓だとかね、ちょっと胃腸が弱いとかありますね。でそれを気をつけていただければ非常にいいと思いますね。ただお金はちょっと使うかもしれないな、ちょろ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 だいぶ入っても出ていくっていうのとか、まあいいよね、若いうちはね。それでもね、いやいいよね、そういう人もいるんだ、僕みたいに、ね、入んないけど使うって人もいる。そういうわけですが。